はい、お疲れ様です。4月9日本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、前々から言ってました、現地観戦となります。現地からね、気づいたことを喋っていきたいと思いますので、今日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ちょっといつもと違ったスタイルになりますので、どうなるか分かりませんけども、最後までご視聴いただけると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけでバンテリンドーム雰囲気いかがですかね。はい、まあビジターならではのカープの応援、練習風景もね見れるということで今見ております。で、注目の秋山選手も今ティーバッティング開始しましたんで、秋山選手のバッティング練習しっかり、カメラに収めたいと思いますので、そちらの動画はねまた別で作りたいと思いますので、今回の動画はまたいつもと同じように、ゲームについて振り返っていく動画となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も、絶対勝ちたいと思いますので、森下投手に期待しております。では今回も頑張っていきましょう。はい、オープニングどうぞ。はい、たった今、両チームのスタメン発表の方終わりました。大野投手先発ですね。ここはまあ予告先発で分かっていたんですけども、まさかまさかの、宇佐選手がレフトに入っております。昨日ね、堂林選手の活躍からしたら、堂林選手スタメン入ってくるかなと思いましたし、またはね中村健人選手が来るかなとは思ったんですけども、まさかの宇佐選手レフト入っております。今日の活躍、もうここは期待するしかないので、期待してね、見届けたいと思います。堂林選手頑張れ。はい、では試合開始まで間もなくです。よっしゃ。はい、ただいま初回の表裏終わりました。両投手ですね、さすがの立ち上がりということで、静かな立ち上がりになりました。まあなかなか大野投手のね調子も良さそうなんで、打ち崩すのは難しいと思いますけども、しっかりね皆さんが自分の仕事をやって1点でも取れるようにね、早く取れるようにやっていってもらいたいと思います。頑張れカープ。では初回以上になります。はい、今2回表の攻撃終わりましてね、1点先制をしました。坂倉選手のフォアボールから小園選手の左中間破るツーベースヒット、スリーベースヒットで、1点先制したんですけども、その後、小園選手がですね、その後、三塁で刺されるということが起きました。宇草選手の空振りでリターンで、サードで刺されるというシーンがありました。まあ、おそらくねサインプレーだったと思います。振り出し号みたいなサインが出ていて、宇草選手はバットに当てなきゃいけない、シーンだったと思うんですけど、空振りしてしまいました。でそこで、最低限で戻れるところにはいてほしかったんですけども、刺されてしまったということで、流れがねまた戻ってしまうようなプレーになりましたね。1点先制して流れが来たかなと思ったんですけども、走塁ミス、サインミスじゃないですね、攻撃のミスがありまして、再び流れがドラゴンに行くような、展開になってしまったので、この後もねしっかり応援していきたいと思います。2回の表終了です。はい、2回の裏終わりました。ちょっと嫌な流れで、守備に入ったんですけども、まあ、その流れを引きずってですね、菊池選手まさかのエラー出ましたけども、その後ゲッツーでしのぎました。でその後ねまた嫌な流れ出て、記者席の方にねボールが当たるというハプニングもありましたけども、高橋周平選手、しっかり抑えまして、0点に終わりました。今から3回の攻撃です。いってらっしゃい。はい、序盤戦いろいろありましたが、4回表終わって1対0リードしております。ここでちょっとご飯行きたいと思います。はい、土手串丼かなを、買ってきました。ここで勝負飯食いたいと思います。美味しそうですね。まあ、ぜひバンテリン来た時は、名古屋飯食べてみてはいかがでしょうか。それでは、ご飯の方を食べたいと思います。はい、勝負飯食べてたらまさかのピンチを迎えてたんですけども、最後はですね、森下投手意地の3球三振、京田陽太選手を見事3球三振に取ってピンチを切り抜けました。京田選手にはですね前の打席打たれてたんで、ちょっと勝負どうするのかなというところもあったんですけども、そこはねもうギアチェンすれば抑えれるという判断で、見事打ち取ってくれました。ここから5回です。いってらっしゃい。はい、先ほど6回表の攻撃終了しました。菊池選手の三塁打を皮切りに秋山選手デッドボールで、一塁出まして、マクブルーム選手初球一戦でしたね。見事でした。そちら動画の方撮れてましたので、そちらの方も合わせてご覧ください。
ですね、その後続いて小園選手もホームラン出ましたけど、ここは動画の方を撮り損ねました、全く予想してませんでしたので、カメラの方回してませんでした、ごめんなさい。しかしですね、いいバッティングでした、よく飛んでいましたね、ナイスバッティングで、これで6対0になっておりますので、もう少しここからはね気持ちよく投げていってもらって、できるだけ長いイニング稼いでもらいたいと思います。では頑張れ森下投手。はい、今ですねラッキーセブンドラゴンズの攻撃がスタートしました。しかしですね6回ですね、5点追加した後の6回の裏のドラゴンズの攻撃をきちっと3人で抑えたということで、流れはですねカープに来ておりますんで、この試合はねこのままもうすんなりいくと思われます。はい、そのまま森下投手7回も3人で抑えたということで、これ下手したら完封もありますね。球数ちょっと100超えてきたんですけども、そこだけ気になりますけども、完封まであると思います。ではこの回、秋山選手からのスタートなんで応援切り替えたいと思います。はい、はい、完封あるかもといった矢先に、ターリー投手出てきましたね。嘘つきました、やっぱり球数多くなってきましたんで、交代ですね。でまた来週も、ね、試合たくさんありますんで、ここは無理させずに、ターリー投手出てきました。ターリー投手頑張れ、よいしょ。はい、お疲れ様です。先ほどゲームのワーフォー終わりまして、ちょっと試合終了のねバンテリンドームの、イベントも見てしまいました。ちょっとそちらの方の映像もあるんでご覧いただきながら、素晴らしいゲームでしたね。最終回、点差がある中で、誰が出てくるのかなとちょっと周りもざわざわしたんですけども、まあ、森浦投手出てきましたね。ナイスピッチングでした。まあ、先頭出ましたけどね、その後しっかり抑えて0点で切り抜けたのはさすがでございました。昨日のね完敗から打って変わって今日は1点完勝ということで、非常にナイスゲームだったと思います。久々にね、参戦したゲームで、こんだけ快勝することができましたんで、その演技はいいです。はい、ということで明日ぜひねもう勝って、勝ち越し決めましょうということで、今日はあの現地から特いつもと違う形でお送りしました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。明日も絶対勝ちましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。今ですね、車の方に戻ってきました。午前中と言いますかね、球場に向かう時は、普通に綺麗に晴れてたんで、油断してたんですけども、まさかの大雨ということで、夕立なのか、スコール、ゲリラなのかただの雨なのか分かりませんけども、まあ、雷鳴りながらね降ってて、相当な勢いで降ってるんで、でカメラを持ってたということもありまして、急遽ね、傘も買いまして、はい、こんな感じで、ずぶ濡れになが鳴りながら帰ってきました。靴の方はね、ちょっと冒頭見せれたかと思うんですけども、スリッポン履いてたんで、まあ、そこはね、問題なかったんですけども、びちょびちょになって帰ってきました。はい、ですが、非常にね、いいゲーム見れたので良かったと思います。マクブルーム選手ナイスバッティングでした。小園選手もね、走塁ミスを取り返す、ホームランありがとうございます。で、森下投手もね、0点7回投げてくれました。で、ターリー投手、森浦投手しっかり繋いでね、ランナー出すものの、しっかり0点で抑え切ってくれたということで、今日はもう完勝と言っていいですね。はい、ナイスゲームでございました。これでね、明日もしっかり勝って、勝ち越し決めましょう。ドーム球場でね、苦手意識をしっかり払拭できるように、明日もよろしくお願いいたします。で、明日ですね、なんとかライブ頑張りたいと思いますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。2時プレイボールで、放送がね CBC が多分2時からやってくれると思うんで、放送に合わせて、あ、すみません、 CBC は地元の、ローカル局の、テレビ局の名前です。はい、で CBC が多分中継してくれると思うんで、それだったら多分ラグがないので、それを見ながら、ライブで、応援ライブをやりたいと思いますんで、皆さんどうかご視聴の方よろしくお願いいたします。今日はちょっとですね、初めてのこの観戦しながら、本日のカープやってみたんで、ちょっとね、見づらい部分はあったかと思いますけども、ちょっとこんな感じでやってみたいと思いますじゃないな、たまにはねこういう感じもいいかなというふうに思いますんで、お付き合いの方ありがとうございました。明日はライブで、またそれ以降は通常に戻して頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで本当に終わりたいと思います。雨がすごかったです。はい、ということで、今日はおしまいです。ありがとうございました。